おはようございます。私は、成長の家本部校長の中根俊哉です。第5回目の本日は、谷口淳子、成長の家白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、自然と共に生きるにというテーマで話をさせていただきます。現代を生きる私たちの前には、地球温暖化による気候変動という問題があります。これは、 18世紀半ばから19世紀にかけて起きた産業革命以降の人類の活動が引き起こしたものです。また近年では国内外で様々な自然災害が発生しています。国内では一昨年7月に発生した西日本豪雨。9月には北海道胆振リ東部地震がありました。また昨年8月には九州北部豪雨。 続く9月には台風15号による千葉県での長期にわたる大規模停電。さらに10月には台風19号による関東、長野、東北地方の大水害などがありました。海外に目を向けると昨年夏には熱波がヨーロッパを襲い、フランスでは摂氏46度、ドイツでは42.6度まで気温が上昇しました。 ウルグアイでは洪水が起こりました。その他、アメリカのカリフォルニア州では、長期にわたり山火事が続き、たくさんの方々が大切な家を失いました。南半球のオーストラリアでも、干ばつが続く中、森林火災が拡大し、昨年7月から今年1月中旬までの間に、日本の面積の半分近くにあたる、 17万平方キロメートル以上の森林や農地が消失するなど広範囲にわたって被害が確認されていますこのように私たちの前には地球温暖化による気候変動の影響があることがわかりますこの問題を解決するために私たちはどのような行動をとればよいのでしょうかここで本日のテキストの1ページの6行目から引用します成長の絵では 人間は神の子であり、神は善一元の存在であると説きます。その意味は、実在の世界には善のみがあり、人間は神によって作られ、この人生は人間の本質である神の善を表現する舞台のようなものであるということです。舞台俳優がセリフを覚え、何度も練習して演技の向上を図るように、私たちも、 自己の本質である善を表現するために、いろいろ失敗したり、うまくいかず悩んだりしながら、内面の善をより完璧に表現しようとしているのが、この人生だと見るのです。引用を終わります。私たち人間は、本来神の子で善一元の存在ですから、すべての生命が調和する生き方をすることが、本当の喜びにつながります。それは、 自然と共に生きていることを実感し、自然から奪うのではなく、自然に譲る生き方をしていくことです。成長の絵は、その具体的な生活法として、次の3つの取り組みをお勧めしています。1、ノーミート、低炭素の食生活。2、少資源、低炭素の生活法。3、自然重視、低炭素の表現活動です。 ここで使われている低炭素というのは、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素などの温暖化ガスの排出を低く抑えることを言います。この三つの取り組みの内容についてご説明します。1. ノーミート低炭素の食生活とは、お肉を使わないノーミートの食事を積極的に取り入れることや、食材を選ぶ際はできる限り地産地消、つまり、 地元で生産された食べ物を消費すること。春産春省。つまり、旬の食べ物を生産し、消費することを心がけること。自然食品やオーガニック食品を選ぶことで、フードマイレージを減らし、地元の農業業の振興に心がけることなどです。フードマイレージとは、食材が産地から食される地まで運ばれるまでの、輸送に要する燃料や、 二酸化炭素の排出量を、その距離と重量で数値化した指標のことです。また、家庭菜園や共同菜園、植林、植樹などを体験して、自らの生活と自然のつながりを実感し、自然の恵みに感謝する生き方を進めています。このように、自らの食生活における環境への負荷を減らし、生態系の保全に努める取り組みを行っています。 次に2小資源低炭素の生活法とは私たちの生活や仕事で排出される二酸化炭素を減らすために小資源小エネルギーの工夫や太陽光発電の利用などを行う取り組みのことです。例えば可能な限り環境負荷の低い交通手段として買い物や通勤通学に自転車を利用すればガソリン自動車を使う場合に比べて 大幅に二酸化炭素が減りますその他にも植林やメガソーラーの設置電気自動車や急速充電器の普及ゼネルギービルの建設 ISO14001 などにも取り組んでいます ISO14001 とは環境マネジメントシステムを運用することによって地球環境に配慮した方法で企業活動や事業を展開している企業や団体に 国際的基準に達していることを認定する制度です。また、成長の絵の簡易への各種助成、太陽光発電、蓄電池、電気自動車の導入助成も行っています。3. 自然重視、低炭素の表現活動とは、私たちの生活の中で自然との一体感をできるだけ二酸化炭素を排出しない方法で表現し、 周囲の人々と喜びを共有する活動です。例えば、自然素材を用いたクラフト、つまり、手工芸品を制作したり、旅先で絵手紙、絵封筒を書いたり、芸術家が自然との一体感を表す作品を生み出すなど、それぞれの人に合った表現を行って、他の人にもその作品を感じてもらいます。このような喜びの中から、自然との一体感を広げていきます。 成長の絵では、この三つの取り組みをより具体的に、より多くの人が取り組みやすくなるように、プロジェクト型の組織、SNI オーガニック再演部、SNI 自転車部、SNI クラフトクラブを立ち上げて活動しています。SNI とは成長の絵のローマ字表記の楽勝のことです。これらのプロジェクト型組織のことを略して PBS とも言います。 1, 1ノーミート低炭素の食生活の分野の活動は SNI オーガニック菜園部ですノーミートの食生活への取り組みや化学肥料や農薬を使用しない有機農法での野菜作り地産地消春産春消に関する取り組みなどを行っています2少資源低炭素の生活法の分野の活動は SNI 自転車部ですこれは 車の代わりに自転車を使って買い物に出かけたり、自然を自我に感じるために仲間と一緒に自転車でどこかへ出かけたりする取り組みを行っています。3. 自然重視・低炭素の表現活動の分野の活動は、SNI ・クラフトクラブです。自然素材を使って身近なものを作ったり、壊れたものを修繕したり、不要になったものをリメイクしたりする取り組みを行っています。 リスナーの皆さんの中には、なぜ宗教が野菜を育てたり、自転車に乗ったり、手作りをしたりするのか、疑問に思う方があるかもしれません。そのことについて、本日のテキストではありませんが、谷口正信成長の絵総裁は、成長の絵の機関紙、機関紙とは成長の絵の会員向けの月刊誌のことですが、その中の6ページ、2019年、新年の挨拶の中で、次のように書かれています。 引用します皆さんの中には宗教の信仰と自転車に乗ることあるいはクラフトを作ったり野菜を育てることの間には何の関係があるのかと不思議に思う人がいるかもしれません。しかし私たち日本の歴史を振り返ってみると山中で精神と肉体を鍛えたり生活必需品を自作したりすることは昔から宗教の修行の一部であったし オーガニックな精進料理は善んだらから始まったことを思い出します。またキリスト教の伝統の中でも修道院で農作業や手工芸品の制作をすることは当たり前でした。自分の頭脳や肉体を使って神の創造になる自然界から食料や生活必需品を得ることは神の恵みを感じそれに感謝する信仰心と不可分の時代が長く続いていたのです。引用を終わります。 また本日のテキストの155ページの6行目には次のように書かれています。引用します。今の豊かさが人間の発達させた科学技術のおかげだと考えると自然の恩恵に思いが至らない。しかし科学技術は人間が使う道具ではあっても豊かさの原因ではない。豊かさの源泉は自然の大いなる恵みであり、 私たちは自然のおかげで本当は生かされているのである。例えば、太陽の光、熱、雨、風などは私たちの生活に欠かせない。太陽の光や熱がなければ、植物は育たず、人間はすぐに飢えてしまう。けれども、どれだけの現代人が太陽に向かって感謝の思いを表現しているだろうか。そんなことをしたのは古代人だ、と言って笑うかもしれないが、 私は恩恵を受けながら当たり前だと思う心が問題だと思う。この感謝を忘れた傲慢さが現代の地球温暖化の根っこにはある。私たちを取り巻く環境は人間の心と密接な関係にあることを知る必要がある。人間の心が環境に反映するのである。引用を終わります。つまりプロジェクト型組織が目指す生き方は毎日の生活の中で 自然の恵みに感謝する生き方です。この生活を実践してみると、大変楽しい生活であることが体験できます。私は3つのプロジェクト型組織に所属し、日々の生活で自分にできるところから実践し、楽しみながら自然との一体感を深めています。その中から2つ感動したことをお話しさせていただきます。1つ目は、SNI 自転車部の活動に関することです。 私は自転車に乗るのが好きです。自転車は自然をより身近に感じることができるからです。同じ道を通っても、その時々で新たな発見があります。季節が変われば、当然景色は違いますし、気づかなかったものが目に入ったりします。草花の香りが季節を教えてくれることもあります。小さくても確かな変化を目の当たりにすると、自然の生命を感じ、共に生きている、 という気持ちがが芽生え心が温まりまりす私がよく走る道に八ヶ岳広域濃度通称レインボーラインがありますこの道には北側に八ヶ岳南側に富士山が見える場所がありますそこを通るときいつもこの2つの山々の景色を味わいながら走りますがやはり一度として同じ景色はありませんものすごく晴れた日は 真っ青な空にそびえる山々に思わず簡単な声が漏れて出て頬が緩んでしまうこともしばしばです一方曇り空の時には全く姿を隠してしまっていますが覆っている雲の行きかえに時の流れを感じながら確かにその奥に山々がそびえていることを思いやはり嬉しくなりますそんな当たり前のような移ろいをしっかりと丁寧に味わうことで心は幸せを感じるのです 私にとって自転車に乗ることは幸せを感じ深めていくことなのです。二つ目は SNI クラフトクラブの活動に関することです。編み物にチャレンジした話です。妻が楽しそうに編み物を編んでいる姿を見て、なんとなく自分もやってみたいなと思うようになりました。ある時、手帳カバーを新調しようとインターネットで探していたら、作ってあげるよと糸も簡単に編んでくれました。 そ素材は熊挿でできた和紙を糸にしたものです優しい手触りと色合いがとても気に入っています世界にたった一つの鉄路カバーにはすぐに愛着も湧きました今でも大切に使っていますたった一本の糸からどうやったらこんなカバーができるんだろうとても不思議に思いましたそして妻にお願いし生まれて初めて編み物にチャレンジしたのです鍵編み という編み方を教えてもらいました。道具は鍵棒一本だけです。本当にこれで編めるのと、はじめは思いましたが、やり方を教えてもらい、一目ずつ編んでいくと、少しずつ少しずつその全体像が見えてきます。一目ずつ丁寧に編んでいく工程は、時間がゆったりと流れていくように感じて、私にとってはとても幸せな時間でした。子供たちの笑い声や、 妻が食器を洗う音、いつも聞こえる生活音が、まるで BGM のように感じられました。このような過程を通して、妻が手帳を編んでくれたんだなということに思いが至ると、自然と感謝の気持ちが湧いてきました。出来上がった初めてのブックカバーは、私の大好きな本に使用することにしました。本にカバーをつけたとき、カバーも本も大切にしようと嬉しい気持ちになりました。 物を大切にしようという気持ちが自分の中で育まれたと感じています。最後に本日のテキストの157ページから引用します。豊かに物があることが人間の幸せではなく、豊かさを見出せる心が幸せな人生を作るのである。そして結局その心が温暖化を防ぎ、大勢の命を守ることになる。 引用を終わります。プロジェクト型組織 PBS の活動は自然の恵みをいっぱいに感じる落業つまり楽しい行いですそして二酸化炭素の排出を抑え地球温暖化抑制に直結する活動です神から与えられた肉体をしっかりと使って既に与えられている自然の恵みに感謝し丁寧に生きることこそ 私たちの生きがいであり、世界の平和につながる神の子の生き方なのです。PBS の活動に興味のある方は、ぜひ各部の公式ウェブサイトをご覧ください。今日も一日、皆様にとって素晴らしい日となりますようお祈りします。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。